西太平藩、ジニアート西太平藩は、現在の愛知県岡崎市太平町を治めた藩。藩長は、西太平陣や国高は一万国。大岡宗家当主で、第八代将軍、徳川吉宗の信任を受け江戸南町奉行として、教法の改革を実行した大岡忠介が、自社奉行時代の肝炎元年、総社番に就任し、 それまでの功績により四千国の仮像を受け、西太平一万国の大名となった。江戸時代を通じて、江戸町奉行から大名になったのは忠助のみである。以後、忠助の子孫が継いだ。忠助時代の所領は、本願地である、相模国高座郡大曲村の他関東各地に分散しており、晩年には所領統合を申し出ている。忠助は、 西太平を訪れることなく死去し、第三代藩主、忠常の頃には、三河国への所領統合が完了する。藩主は、江戸に居住し参勤交代をしない、上布大名であり、西太平村に陣屋のみが設置された。大岡家の本領である、大曲村は創建され、忠助をはじめ歴代藩主の墓は、三河ではなく、現在の神奈川県茅ヶ崎市の清水にある。 普代から一万円国にした平陣屋は1748年に築かれた岡崎市にあった陣屋である。現在跡地は陣屋跡広場として岡崎市教育委員会により暫定的に整備されている。管理は地元によって管理されているが、現在も整備途上である。高麗門と白壁がまず整備され、調査によって確認された井戸を中心に、 西太平藩の所領などを表した庭園が整備されている。2013年4月7日、家康行列が行われた日に、西太平藩、ジニアートの看板が、高麗門に設置された。座標北緯34度56分26.5秒、統計137度11分46.4秒。 北緯34.940694度統計137.196222度34.940694137.196222明治維新後に高座軍に村が加わった。家康行列2013内田康博のブログ2017年11月11日閲覧ありがとうございます。